妹が、一昨日から泊まりに来てたんだけど、食事を見て、なんだこれは。いつも、こんな貧相なものを食ってるのか。と怒った。そりゃ一回くらいの食事なら、午前一杯のおかずつけてもいいけどさ。予定は一週間。子供もいるっていうのに、そんなんやってらんねえ。子供の教育にも悪い。その次の日の夕飯は、ハンバーグ、付け合わせの野菜、ほうれん草のおひたし。うとの晩酌用に、酒とかまぼこを出した。それを見て、またブチブチと。おかずは、最低でも4品は出せ。専業主婦なんだからできるだろう。夫が怒って、じゃあ食うな、帰れ。と言うと、うとも怒って口喧嘩に。子供も怯えてるので。まあまあ、といなして、ほうれん草を持ってキッチンへ。茹でて、ただ鰹節かけただけのほうれん草を。インスタントごま和えなもと、めんつゆ味、鰹節トッピングの3品に。はい。これとハンバーグで4品ですよ。と出した。うとは、馬鹿にしてるのか。と怒ったけど、出されたものに文句をつけるなんて、お行儀悪いです。子供と一緒に食べさせられません。と言って無視。夫は、よかったな、親父。って爆笑。うとは、孫攻撃にへたれて黙る。今日は、ごまだれ冷ややっこ、生姜冷ややっこ、山椒冷ややっこに、焼き魚。あと、カリカリベーコンサラダの、豪華5品。うとは明日帰るってさ。うとは孫を見に来てる。定年してから、暇なのか、たまーに来ては、泊まって、まごまごってして帰る感じ。ちなみに、うとの言う4品は、一汁三菜ではなく、メインが肉ならサブに魚。さらに、煮物や茶碗蒸し、刺身などをつける、いわゆる、旅館の料理のようなもの。やってられっかい。さっきうとに、今日お帰りですよね。って言ったら、孫が幼稚園から帰ってきて、顔見たら帰る。って言われたんだけど、ちょっとしてから、壁から顔をちょっと出して。すまんかった。食事に文句言うなんて、悪いじいちゃんだった。って言ってきた。初孫が可愛くってしょうがないじじいなので、ギリギリまで痛いらしい。食事に文句言わない。子供の前で怒鳴らない。わがまま言わない。お約束させて、当初の予定通り置いてやることにした。偏屈な頑固じじいですら陥落する、孫恐ろしす。今、せっせとプランターを作ってる。孫のために花を植えるらしい。あと、孫の嫌いな、トマトとピーマンも植えて、好き嫌いをなくそうと計画中。孫にとってはいいじじいだ。